そう、前配れなかったのもあるので、2015年の8月の国語を配るんですね。でそれをちょっと解いてもらって、私が後半から解説します。なので1、2、3、4、5、とりあえず配ってください。ゴミ？あ、いいよ。はい。これは4枚で。うん、4枚。4枚。テストを今からします。で、この間、剣模試でね、できてなかったやつ。まだ40分解いてもらおうかなって思いますね。じゃあ57分ぐらい。もう水までしようか、水まで。やっぱ55分まで。時間短いんですけど、この時間で解いてください。55分までお願いします。で、これ最後に作文ついてるんですね。作文までお願いします。で、今日は採点して返せんと思うけど、後ほど返すので書いてください。作文は絶対。
り10分ほどなので、作文書いてない人は作文を書いてください。あとで検索をするので、作文は名前まで、名前書いて、作文をお願いします。
作文に名前を書き忘れないようにお願いします。後で集めます。55分なったので一旦やめてください。これ前答え配ってたと思うよね。もむしろ2015そこに国語の答えが載ってるのでちょっと丸付けをお願いします。答えない人いますか？みんなあるかな？じゃあ作文もうちょいの人は作文を終わらせてからでも大丈夫です。
ちょっと丸付けの途中でしょうが、ちょっと残りで解説をするので見てください。今見たけど作文が難しかったっぽいですね。でこれどういう意味って思うところから始めていたので、ちょっと書ききれないか子もいたかなと思います。でも前も話したけど作文って、作文はマイナス方式なんですね。だから限定方式なので、なんか条件を満たしておけば点数は取れます。で最初が多分14点満点かな14点満点なので、そこからどんどん引かれていく形になるので、この条件が 1,2,3,4,5,6 かな、6あるので、この6の条件を6つ全部満たしておけばもう満点は狙えます。作文これ前書いてたので、書いてる人は書かなくてもいいです。限定方式で条件を守る、100点取れましたか。3段落構成、段落を3つに分けたりとか、あなたの考えを書くこと、自分の考えを書いたり、体験談を具体的に書く、いや考えを書くとか、原稿用紙10行以上12行以内なども、そういうのを満たしておけばもう大丈夫です。漢字間違いとかでも引かれるので、そこは気をつけてください。で今回のちょっと4番の解釈が難しかったかなって人もいるんですけど、外来語って、まあ、その名の通り外国が元になった言葉外国から来た言葉ですね。あ、言葉。なので、この外国語の外来語の意味が分からずに困ることがある。まあ、10代でも6割ぐらいの人が困るってなってるんですけど、60代以上の人はもう8割、もう10人に8人だけ、ほとんどの人がもう困ったなって思う場面が多いっていうことなんですけど、外来語って例えばラジオとかセキュリティとか、こんな感じの言葉ですね。この辺はなんとなくわかるかなと思います。ラジオを聞くとか、会社のセキュリティがしっかりしてるとかあるんですけど、例えばね、この言葉知ってますか？コンシェルジュって聞いたことある？出張かな、出張校、あ、出張、なんか、え、なんか聞いたことあるけどわからんみたいな感じの、なんか聞いたことあるけどどういう意味やったかなみたいな言葉とかが出てきたときに、特にみんなは若い人に分かるかもやけど、お年寄りがなんかコンシェルジュって言われても分からんやん、やけん困るっていうのが、例えば具体的な例ですね。ちなみにコンシェルジュはホテルの案内とかをする人です。言われたら、あ、あの人がコンシェルジュって言うんやなって分かるけど、やっぱおじいちゃんおばあちゃんとか分からんと思うんですよね。何でもかんでもカタカナにされたら困る。あんまり仕事です。一応コンシェルジュっていうの仕事、判断する人とか、友達とかでもホテルのコンシェルジュになっちゃう人とかもおる。立派な職業なんですけど、わからない人もいるっていうのが現状ですね。で今回がその困ったこととか、あなたがそのこういうことに対してどう思うかを書いて、具体例も書いて、今後使うときどうしたらいいか
を考える。例えば何やろね、意味も載せておくとか、日本の意味を載せておく方がいいと思うとか、そういうふうに自分の考えを書いて、段落もきちっと構成してあって間違いもなければもう点数取れます。あと最低10行以上って書いてあるので、10行以上は絶対書くようにしてください。10行以上書かれたらそれでもうマイナスになります。作文はやっぱ時間がなくてあたふたすることが多いと思うので、やけん私は最初に作文から解いてましたね。私の場合はもう解き始めはもう作文解いてから残り解くって感じにしてました。そしたら残りの時間配分を考えてしてましたね。解き方はやっぱいろいろあるんですけど、作文に当てる時間は取ってほしいなと思います。はい、で後で集めるので、今名前書いてない人は名前も書いておいてください。作文で一応白紙の人も名前書いて出してください。あの丸付けつなかね、どうしようかな、こっちの4番、こっちに書いてほしかったんですけど、こっちに書いてないかな、みんなどうしようかね。まあ後からちょっと決めます。残りの時間少ないので残りの解説をしますね。1日3番まであるので、まず1番からいきます。で私がこの小説かな、小説評論か、評論を解くときにするのが段落を振ってほしいんですね。文章の1番ですね。いつも私段落を振ってます。段落に番号をつける、番号をつけてからしてます。これ前の中3の人にも教えたんですけど、評論の解き方ですね。段落に番号をつけてから問題を見ていきます。だいたい問題の答えっていうのはその傍線部の段落の中にあるので、探し出す時とかも傍線部の段落から探し出します。例外もありますけどね、だいたい傍線部の同じ行とか段落にあるので私はそうやってしてます。段落番号振りましたか？段落に1から5まであります。5まで番号を振ってください。全部で5段落あります。で私がここを行引いてください、なんだろう、マーカー引いてくださいっていうのも何段落の何行目とか言うので段落は振ってくださいね。これ読み取りなんですけど、例えば問いの4番見てください。問いの4番の本文中に山の山間地方の料理が辛くて、米を常食し主食とする日本人の食卓が辛いとあるが、なんだろう、山間の料理や食卓が辛いのはなぜか、適当な8字を抜き出しなさい。これ条件がありますね。問いの4番の下の条件を見てください。問いの4番の問題文に8時って書いてますね。8時ってどこ、マーカー引いておいてください。絶対答えは8文字であります。それと3段落以降の文章中、これもマーカーを引っ張っておいてください。本文の第3段落以降の文章中、えけんこれ今言った番号振りましたね。3段落以降なので、3段落以降にしか答えはないです。だから私は段落振って3段落はどこかなっていうのを確認してからするので、
みんなも最初に段落を送ってほしいなって思います。で、答えなんですけど、防線部は三段落の中にありますね。で、読みでいくと答えが食塩でない有機塩ってあるんですけど、その答えの場所が三段落の1行目の下の方にあるんですけど、食塩でない有機塩、これが8文字です。ここチェックしておいてください。で、防線部あるね。これが受験生なる子にいつも言うんですけど、だいたい答えっていうのは防線部、今で言うと山間地方の料理が辛いか日本人の副食物が辛いってあるんですけど、これのどっちかですね。今回答えは防線部の全部の同じ行、同じ行が段落にあります。ことが多いです。だいたいそうですね、答えは防線部の近くにあるって考えてもらえたらいいかなと思います。答えは防線部の近くにあります。だから今回で言うと山間地方の料理が辛いの同じ段落にあります。だから本当に時間ないときは答えの近くに、あ、防線部の近くに答えがあるので探し出すようにしてくださいっていうのが一つのポイントですね。あとはその問いの問題文のところにヒントが書いてあるので、例えば8時で抜き出せとか3段落以降に答えがありますとかがあるので、それをちゃんと読み取ってください。そしたら解けるかなって思います。じゃあ次2番ですね。2番はこれは古文で、最後にそう、もうすぐテストがあると思うので、また解くときのポイントも言いたいんですけど、古文の解くポイント、ポイントはだいたいこれ物語なんですけど、なんていうかな、人にチェックを入れる。私の場合は登場人物、登場人物をチェックします。登場、登場人物にチェック入れます。今回で言うと2番ですね。2番のちょっと登場してる人物に丸をつけてみてください。何人出てくるでしょうか。ある人っていうのも人だし、客も人、主人、あとは エラギマロっていう人ですね、ぐらいかな。だいたい4人ぐらい出てきます。私はいつも人に丸をつけて、よく出ますよね、この文章の主語を探しなさいっていうのがあると思うので、私は丸をいつもつけてます。で、今回その登場人物を抜き出すのが問いの3番にありますね。問いの3番が本文中の客の方より入るべしというは無礼の地になるべしとあるが、これは誰の考えであるかを抜き出しなさいなので、今回の丸をしてこういう人がおるんやなっていうのをチェックした上で文章を見たら、例えばこの答えはある人なんですけど、客の方よりハイリーベストなんたらかんたらっていう考えてるのはある人ですね。
だから今回このエラ読みにくいけどエラギマロはこの防線部の後ろにあるので、後ろに出てきているので、このエラギマロはまず罰ですね。だからまず防線部より前に出てきた登場人物の中から選びます。で今回はある人となりますですね。あと一つ現代語訳をちょっと説明します。さっきの基礎講座でも言ったんですけど、古文は現代語訳が結構出ます。現代語訳を選びなさいとか、現代語で書きなさいっていうのが出るので、ちょっと特徴を言います。問1ですね。問1、主人の恩配にあれと言うは霊能しなりとあるが、なぜ、ああなるほど、なぜなんたなのか抜き出しなさい。今回は防線部の理由がなぜかっていうところを探して訳しなさい。なので今回訳すところが一番下ですね。ある人って書いてあるその一番下に己が家のなんちゃらかんちゃら、ここを訳すのが答えになります、ちょっとここに書き込むので、その文章を探し出してください。引き寄せばくて1行目にあります。こういう文章があると思うんですけど、一つ現代語訳するときのポイントがあります。まず古文のがとかの、人の後の人とか物の後につくがとかのってあるんですけど、例えば私が我がとかあったら、これの訳はのっていう意味になります。ので、逆に家のとかあったら、これが訳ががになります。逆になります。本当はそう、古文のがはので、のがが訳になります。だから訳すと私の家がっていう風になりますね。己っていうのは私っていう意味なので、でこれちょっと単語がつながってて分かりにくいんですけど、単語を分けます。引きくせばくっていうのは、引きくっていうのは低く、低くっていう意味です。私の家が引きく、低く、狭くは狭く、狭くて狭いので、まあ、狭く、身っていうのは体ですね。体体も入れがたき、入れがたいっていうのは入れにくい、なんだろう、しがたいってありますね。がたいっていうのはなんだろう、しがたいっていう意味は、なんだろう、しにくいっていう意味になります。しにくい、具体的に私の家が低くて狭いので、体も、まあ、体がですね、ここはちょっとニュアンスです。体が入れにくい。でもう一つだけポイントがあります。これさっきしましたね。
さっきの授業でもしましたけど、江戸段、綺麗。江戸段プラスばがつくと、なんたらのでっていう意味になります。なんたらので。だから私の家が低く、狭くて、体が入れにくいので。のでです。だから今回の役の重要なのは、この江戸段とば、これよく出ます。さっきも出ましたね。ければ、なんたられば。本当はこれ、高校で習うかな、レバ足っていう名前があって、レバ、なんたらレバ、すなわちなんたらので、これはちょっと覚えなくてもいいかな。だから絵の段プラスバになると、なんたらのでっていう意味になります。これはさっきも出たので、すごい出やすい略ですね。あとはこのが、からの、のがが。この3つは覚えておいてください。役の上ですごく大事です。これはメモを。普段取らない人もここは取っておいてください。で、あとはまた1、2点、帰り点はまた出たので、これは自分でしておいてください。あとはね、ちょっと過ぎたけど最後にもう1つだけします。最後に3番を見てください。題名3番、はい、最後題名3番です。題名3番の問いの4であるんですけど、本文中に今日も似たような一日になりそうだとありますが、私はどんな一日になると予想したかを自分で書きなさいですね。これで今回どんな一日って書かれているので、答えは丸々な一日、なんたらな一日で答えを書くようにしてください。で今回自分が答え変えてみて、どんな一日でしたかで、なんたらな一日って書けたかですね。だから今回問題文をきちんと読むようにしてください。どんな一日ですかって聞かれたら、こんな一日で書きます。だけど文章を読むのも大事だけど、問題文を特に読むようにしてください。答え的にはこれ、桜餅作りで忙しく働くことになる一日ってなります。答えない人は後で渡すので、ちょっとだけ待っておいてください。それぐらいですかね。そう、今日で剣模試とか書き講座が終わるんですけど、今言ったポイント、さっき言ったポイント、この古文の訳すごい出るので、このポイントとか漢文の 1,2 点とか、その辺はまた復習し直しておいてください。ちょっと過ぎてしまったんですけど、これで終わります。せい、れい、ありがとうございました。Thank you.